ノース海峡の海戦はアメリカ独立戦争中盤の1778年4月24日夜に起こったアメリカ大陸海軍のスループオブウォー、レンジャーとイギリス海軍のスループオブウォー、ドレークが一騎打ちをした海戦である。イギリス本国の海域で初めてアメリカ海軍がイギリス海軍を破った戦いであり、アメリカ独立戦争の中で圧倒的な戦力差なしに アメリカ海軍が勝利できたことでは唯一と言っても良いものである。以下の記述の中で2隻の艦船はそれぞれの時刻を設定していたので時刻は正確なものとは限らない。戦いの承認が複数いるとすれば彼らにとって異なる時刻に同じ出来事を見たことになる。アメリカ独立戦争は米英2カ国以外の国が参戦する以前であってもその戦域は アメリカ大陸に限られてはいなかった。大陸海軍とシリアク戦争法による艦船の行動は大西洋にまたがるものだった。1777年、大陸海軍のランバート・ウィックス、グスタブス・コーニンガム及びウィリアムデーといった艦長たちがイギリス海域で襲撃を行い、商船を捕まえてフランスの港まで栄光していっていた。ただし、この時のフランスは公式には中立だった。 デイ官庁などは、フランスのブレスト港で、フランスの提督から祝砲で迎えられてスライた。そのような成功に勇気づけられ、さらには1777年秋のサラトガの戦いで、アメリカ大陸軍が勝利したこともあって、フランスは1778年2月にアメリカと2つの同盟条約に調印したが、イギリスに宣戦線布告するまでには至っていなかった。 フランスから攻撃される可能性が生じたために、イギリス海軍はその戦力をイギリス海峡に集中させ、他の海域は脆弱なままにしていた。ウィックストデーは、セントジョージ海峡やノース海峡が狭いところであったにもかかわらず、単一の艦船あるいは大変小さな船体であっても、アイリッシュ海に入ることが可能であり、 イギリスとアイルランドの間で貿易を行う多くの船舶に大混乱を生じさせることができることを示していた。イギリス生まれのジョン・ポール・ジョーンズがイギリスの敵として初めてイギリス海域に戻ってきたときさらに大きな待望を持っていた。すなわちアメリカの港を焼き打ちするというようなアメリカ大陸におけるイギリス政府の政策に対して その報復をアメリカが行うことができるということをイギリスの大衆に教えることだった。ジョーンズは大陸海軍の一隻の小さな艦船であるレンジャーで1778年4月10日にブレストを出港し、ジョーンズ自身が初めて航海術を学んだ場所であるソルウェイ湾を目指した。カンバーランドのホワイトヘイブン港を襲撃しようとして失敗した後、 4月17日から18日にかけての夜にノース海峡で船舶を攻撃し、続いて20日から21日の夜に北アイルランドのベルファストイリエに入り、カリックファーガス沖に停泊するイギリス海軍の艦船 HMS ドレーク一隻を捕獲することを目指した。これに失敗するとホワイトヘイブンに戻り、22日から23日の夜に港に大部隊を上陸させて商船に火を。 つけるというその任務の第一目標を達成した。その数時間後には、スコットランドのカークーブリーに近い海岸にあった、セルカーク白尺帝を襲撃した。これらの襲撃の知らせが、イギリス側防御軍に急報されていたはずだが、レンジャーは再度、カリックファーガスに向かった。カリックファーガス上、ジョーンズの乗組員は、その財産を作る、機会を約束するという宣伝で集められていた。 それは、イギリス商船に対する試略行為によってなされる、包装だった。実際のところレンジャーは、海軍の艦船であり、試略船ではなかったので、イギリスの商船は捕獲されるよりも沈められることが、多かった。これは捕獲した商船をフランスまで栄光するために、多くの船員を咲くことを避けるためだった。ジョーンズは、海軍の指揮官としてある、程度失敗を犯していた。 イギリス税関の船に火をつけた後に、その逃亡を許したという戦略的な誤りと考えられることについて、乗組員はジョーンズを責めていた。この時ジョーンズはイギリス海軍の艦船をその停泊地から捕獲して帰ることを目指していた。それは大きな利益につながる船には積んでいないが、訓練された戦闘用の水夫と大砲が手に入るはずだった。 4月24日、日の出直後の出来事に関する証言は、戦いから数年後に出版した、大いに飾り立てられたフランス語の辞書伝に載っているものだが、全くの誇張ではない可能性がある。私は殺されるか、あるいは海に投げ込まれるという、大きな危険性を犯した。ドレーク乗組員にとって不運なことに、この時の風と潮の状態は、出航には適していなかったが、 望遠鏡の扱いに慣れた者が結局、カリックファーガスに行く必要もないと判断し、出港の準備を始めていた。実際にドレークはレンジャーが先に接近してきた時、以降行動に移る準備をしていた。カリックファーガス地域から志願兵を募り、乗組員は100名、ないし160名になっていたが、その多くは陸兵であり、接近戦の時に使えるものだった。 それゆえに23日の夜には、法主張代行が集められた、兵士すべてのために弾薬を用意するには十分なカートリッジ紙がないと報告していた。さらには、この重要な時に、艦の養殖者が不在だった。船長補は、病気、小班長は、密貿易船を捕獲しようとした時に撃たれて、戦死、大尉は二日前に、熱病で死亡していた。 年取った艦長のジョージ・バードンは、後の報告では彼自身も健康が優れなかったと、されていた。しかしそのような事情があってもイギリス海軍の艦船は、その任務を遂行するしかなかった。ドレークは午前8時頃に出航したが、相変わらず風と潮の具合が、悪くあまり進めなかった。1時間かそこら後にドレークは侵略船を指認する、ところまで来ており、 結果としてこの時点が転換運転であった可能性がある。ジョーンズは数日前に税関の船を捕まえ損なった時の作戦を少し変えてみることにした。すなわち乗組員の大半と大きな大砲を隠し無害な船であることを装うことだった。この時はそれがうまくいった。ドレーク偵察ボートの乗組員をすべて捕まえることができた。この成功で アメリカ兵の指揮を大いに上げ、さらに捕虜の一人がドレークには多くの志願兵が乗り組んでいると告げたことでおまけがついた形になった。最初の攻撃が交わされる直前までの領間の功績、ドレークは入江からノロノロと出ていったので、アメリカ軍にとっては二重のおまけがついた。午後一時ごろ、別の小さなボートが現れて、別の志願兵である。 イギリス海軍のウィリアム・ドブス副艦長を運んできた。ドブスは最近結婚したばかりの土地のものであり、ドレークのパイロットの証言では、ホワイトヘイブンから謎の感染に関する詳細を説明する、即達便の写しを傾向してきていた。ジョーンズは、その前夜にホワイトヘイブンからの知らせが到着しており、その朝に捕まえた捕虜に知らされていたことを、その公式報告書の中で指摘している。 その日の午後には、風と潮の具合が好都合になったので、レンジャーはベルファストイリエからノース海峡の方へゆるりと交代したが、ドレークから遠く離れすぎないように注意していた。最終的に午後6時ごろ、両艦は四湖の間に接近した。ジョーンズはアメリカ海軍機を掲げており、ドブス、副艦長からの戦績を問う正式な紹介に対しても全くの間であると答えた。 ノース海峡の海戦は、後の1779年に行われた、イギリス海軍の HMS セラピストの一騎打ちに、対する、ある面で、逆の結果を生み、小型の前哨戦の形になった。ドレイクは、防御性能を備えた焦船として建造されており、イギリス海軍は、多くの船舶が、アメリカ大陸に送られた隙間を埋めるために、これを購入していた。 4ポンド砲20門搭載というのは海軍の公式記録ではないが当初商人が購入した時のままだった。その尖閣は急速な操船には不向きな形状であり、大砲の砲撃には耐えられないものだった。レンジャーは戦闘艦として建造されており、ジョーンズが効果を最大にできるように回収していた。例えば、大砲のための方向が20門あったが、 6ポンド砲18門を搭載した方が安全であると判断していた。このことで原則の総攻撃力は54ポンドとなり、ドレークの40ポンドよりわずかに上回っていた。しかし、アイルランドの志願兵が多くいたという事実は、もしドレークが節限して、レンジャーに乗り移ることができれば、アメリカ艦の方が大変なことになったであろうことを意味していた。 ジョン・ポール・ジョーンズ艦長戦い前の正規の手続きが終わり、レンジャーが急速に展開して従いできていたドレークに原則の訪問を開いた。ドレークは即座に反応することができず、やっと応戦できた時は深刻な問題に直面していることが分かった。4ポンド砲は火薬を充填すると不安定になり、前に傾く傾向にあった。官民にあった2組の大砲の場合、 波と共に上下に揺らされ、発砲した時にどの方向にも横滑りする可能性があり、砲手たちには大きな危険性を与えていた。海軍の記録ではドレークの大砲は16門となっており、最後尾の大砲は見せかけだけのために搭載されていたことを示唆している。もともと上官していた砲手長とおそらくは砲手長法もこのことを承知していたが、この時砲手長は、 ポーツマスに降り、法師長補はその日の朝から、レンジャーの上にいた。原則砲の砲撃が数回かわされた後、さらに新たな問題が出現した。レンジャー第3原則砲からの金属片が、ドブス副艦長の頭を直撃し、ドブスは動けなくなった。ドレークの砲艦パンの状態は予測できないものになったので、パウダーモンキーすなわち耐火箱で、 大砲用の火薬を運ぶ少年たちがその任務を果たすことに躊躇するようになった。原則砲の発砲に失敗した時、艦長は二度までも下に降りていって、法師長代行に火薬を供給するための効率を上げるよう促す必要があった。さらに全く不可解なことは、大砲に火をつけるために使われる銅火線が耐火性壺の中に落ち続け、使えなくなったことだった。 ドレークの4ポンド砲は、レンジャーの強化された原則を破れなかったので、ドレークは、海戦時から、アメリカ艦が使っていた戦術を真似して、その速度を落とすためにマスト、砲及び偽装を狙い始めた。両艦は互いに大変接近していたが、おそらく、ジョーンズ艦長が、ドレークの艦板下に隠された、補充兵の存在を知っていたために、節減できるほどには、近づかなかった。 両艦は大砲だけでなく消火器も発砲していたが、この点でもドレークは失敗した。前夜の当惑させる発見以降、余分のカートリジ氏はほとんどなかったので、マスケット銃種の弾薬がすぐに不足するようになった。このことはその銃をゆるりと弾はめする必要があることを意味していた。すなわち、適量の火薬を詰めてから発砲に移る必要があった。 マスケット銃弾は攻撃する兵士の帽子を回して手渡され、二つの火薬入れをすべての兵士が供要した。敵の攻撃の効率が良い中で、このような非効率は死活問題であることを意味していた。ドレイクはジョーンズの乗組員の一人、サミュエルウォリンフォードをマスケット銃で殺した。また他に二人マストの上で発砲していたものを原則砲の砲撃の副産物として殺した。 ドレークの乗組員は4人が戦死した。この中には1時間戦い続けていたバードン艦長その人も含まれており、マスケット銃弾を頭に受けていた。艦長と副艦長が戦線を離脱し、ドレークの指揮権は船長のジョン・ウォルシュに渡された。この時点までに、ドレークの保や偽装はレンジャーの原則法のためにズタズタにされており、 マスと焼けた橋までもが大きな損傷を受けていた。微風の時はほとんど動けない状態であり、原則を標的に向けて回すことすらできなかった。消火器を持った兵士は、玉はめを迅速に行えず、射兵物の陰に交代したので、ドレークの主看板には、ほんの一握りの兵士が残されただけになった。艦長が戦死してから数分後、看板上に残っていた、歌手二人が、 船長のところに行き、戦闘機を降ろして降伏すべきだと進言した。船長はいくらか相談した後に同意した。戦闘機はすでに亡くなっており、ウォルシュ船長はその代わりに大声を上げて帽子を振らなければならなかった。ジョン・ポール・ジョーンズの報告書によれば、この雪打ちは1時間5分続いたことになっている。レンジャーからドレークに35名が乗り移り、 接収とその損傷の評価に当たった。その後の3日間は修繕に当てられ、ゆるりとアイルランドとスコットランドの間の海域を北西方向に進んだ。そこで接近しすぎた貨物用ブリック船を捕獲し、予備の宿泊設備として使われた。一方最初にカリックファーガスに行った時に捕まえていたアイルランド人、漁師6人が病気のアイルランド水兵3人と共に、 ボートで故郷に戻ることを許され、ドレークのほとジョーンズからのいくらかの金を持たされた。彼らが故郷に戻った時に、死の床にあるドブス副艦長に対してジョーンズが示した気遣いについても報告した。一方イギリス海軍は幾席かの艦船にレンジャーの後を追わせたが、ドレークがゆるりとしか動けなかったにもかかわらず、アメリカ艦の船影すら認めることができなかった。 ジョーンズにとっての唯一のトラブルといえば、副艦長のトマス・シンプソンに指揮権を与えた、捕獲船のドレークの姿が一時期見えなくなったこと、くらいだった。この戦勝の知らせはジョーンズが帰還するよりも早く、フランスに届いており、ジョーンズは英雄として迎えられた。イギリス側については、イギリス海軍はアメリカの襲撃者に対して、イギリスの船舶を守れない。 アメリカの襲撃者に対してイギリスの海岸を守れない、さらにアメリカの襲撃者に対して戦闘艦すら守れないという教訓を得た。海岸地域では急いで民兵隊が組織され、海港はさらなる襲撃に備えるために自ら砲台を構築した。新主階級は互いに結束して最後の防衛線として志願兵大隊を作り上げた。この時以降、 報道機関は、ジョン・ポール・ジョーンズの、いかなる動きにも、特別の注意を払い、ジョーンズの殺人や海賊行為という悪意ある噂を、レンジャーの公開における奇跡的で、冷血とは、ほど遠い行動の証拠で打ち消すように努めた。ジョーンズはフランスに戻ってから、セルカーク伯爵と、戦闘後数日で死んだロブス副官庁の家族に、親切で資料深い手紙を送っていた。ジョーンズは、 無名のスコットランド系アメリカ人から国際的な英雄になり、ノース海峡の海戦は世界でも最も強力な国が他の国と同様に攻撃されると脆弱であることを示すという注目された任務に対する明らかに輝かしい印となった。ジョーンズの次の任務を準備しているという新聞の報道は恐れと不安の雰囲気を作り出し、 それが1779年に戻ってきた時に最もよく記憶される最高の功績を残すことに役立った。ありがとうございます。